改めまして皆さんこんにちは今日は岩手気候変動チャレンジフェスタ2021ウェブ生配信をご覧いただきましてありがとうございますここからの時間は皆さんと一緒に気候変動について楽しく学んでいきたいと思います題して開校気候変動の学校 このスタジオ割れんばかりの拍手が起こっております皆さんも拍手ありがとうございます生徒はですね私そして今配信をご覧の皆さんそして東京のスタジオにもいらっしゃるんです俳優タレントとして活躍中の渡辺優太さんです優太さんはいこんにちはどうも岩手皆さんお久しぶりです渡辺優太ですよろしくお願いいたします よろししくお願いしますゆうたさんはコロナ以前は岩手に番組の取材などでよくいらっしゃっていましたが、はい、岩手の好きなところってどんなところですか、はい、いやもう岩手の方々も皆さん、人が、ね、好きですねすごく僕のことも、ね、あの知ってくださっている方も多いですし、えー、であの最近僕、僕岩手が懐かしすぎてあの冷麺も取り寄せて家で食べました。<laughs> もう、また、会いたいですね。ね、ぜひ、ぜひ、そんな日が早く来ることを願っております。はいまあ、ところで、裕太さんは。はい。夏に、岩手に来た時、ありますよね。はい。そうですね。どんな印象ありますか、はい。何回か。はい。やっぱり、あの。 この前行、ね、ったのは奥州市にカヌースラロームやらせていただいて川を、ね、下っていくっていうのもやらせてもらったりとか花巻の方にあにすごい大きいソフトクリームを食べに行ったりとかもいろんな夏の思い出もあるんですけれども、はい、やっぱ暑いなっていうのは感じましたね、はい、やっぱ東京の方からしても岩手、暑いなって思うんですよね暑かったですねこれも気候変動の影響なんでしょうかね。 ここ数年岩手県も猛暑と言われる日が本当に多くなってきているんですよねそのあたりのことも今日は一緒に勉強していきたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそしてもうお一方方っていうのかなもう一体というんでしょうか一緒に勉強してくれる人が来ています岩手のヒーローといえば鉄人ガンライザーゼロです うん今日もかっこいいですね、まあ、実は「ゼロは去年も気候変動について勉強しているのでかなり意識は高いんですよね。ーガッツポーズです 気候変動の影響による今の季節は大雨でしたり台風でしたり異常気象も心配ですよね特にここ数年は異常気象という言葉を本当によく耳にするようになったんですが「ゼロは何か印象に残っているこの異常気象というのはありますかあるる岩ののの豪雨災害なるほど年年前の2016年の 台風10号による豪雨災害甚大な被害がありましたよねまあ、そのあたりのことも今日は一緒に勉強していきましょうさあそれでは皆さん大変お待たせいたしました今日の先生をご紹介いたします岩手県立大学総合政策学部の佐野義彦教授です佐野先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 先生はここ数年のこの気候の変化についてどのようにお考えでいらっしゃいますかはいそうですねあ、今やっぱり岩手に私たちはいるわけですけれどもこの岩手、えー、最近冬があまり寒くならないなとかあ、そういうような形これは私だけじゃなく多分皆さんが感じていらっしゃるようなと思いますまあ、その他、えー、台風これはあ,、まあ、あまの不思議な台風ですね、えー、岩手 東北に直接入ってくる台風、えー、こういうようなものが来るこれもちょっと不思議だなと、えー、つまり気候が随分変わってきてるんじゃないかという形でこれがやはりこの地球温暖化をはじめとする、まあ、気候変動これによる可能性があるんじゃないかと。 いう感じはしております、えー、そういう部分を今回、えー、この学校の中で皆さんと一緒に、えー、少し学んでいこうかというふうに思っていますはいありがとうございます先生は気候学気象学がご専門ということでまさにこの今日のテーマのスペシャリストでいらっしゃいますのでわかりやすいご説明がいただけると思います <laughs> さあそれでは早速開講いたしましょうキーンコーンカンコン気候変動の学校 開講です。先生お願いいたします。はい、えー、それでは始めましょう。えー、まず、えー、今回気候変動を考えるというふうに今出しておりますけれども、えー、特にこれ、えー、大雨の方からまず入っていこうかというふうに思っています。で、えー、まずこの大雨なんですが、最近大雨が多いというふうに、まあ、先ほども言いましたけど、皆さんもこう感じていらっしゃることいろいろあると思うんですが、じゃあ本当に雨が多いんでしょうか。 やっぱこれはデータで見てみなければ分かりませんそしてなぜ大雨が多くなっているのかこれは地球温暖化に関係するのかこれなななかなか難しい話なんです実は災害と地球温暖化とかを結びつけるのは、まあ、物的証拠っておかしいですが直接的な証拠なかなかなくて状況的な証拠は重ね合わせてそして分析していかないとなかなか分からないんですね。さあでこの雨ををまずデータを見るんですが はい、ちょっとまだ出てると思いますがあのこちら2つの図が今出ておりますで、えー、右のほうが日降水量として100ミリ、えー、左のほうは日降水量200ミリ以上の日数です、まあ、これは日本全国なんですけれどもでこのグラフを見ていただければ分かると思います、えー、右肩上がりになっていると、まあ、つまり増加しているんだなという傾向は見て取れると。えー、また例えばこちら これはアメダスのデータですが1時間の降水量50ミリ、これも非常に強い雨だとよく言われますがこの1時間に50ミリ以上の雨が降るこの年間の発生回数、こちらもこの気象庁のホームページさんのほから持ってきていますがこれを見ていただくとおそらく増えている赤い線を見ていただくとちょっと増えていますよね。とい,いう形で大雨はやはり日本全国で見ると増加しているというふうになります。 さて、でこの大雨に関して、まあ雨が大雨に関してお話しするんであれば、じゃあ雨ってな、まあ何なのっていうか、雨が何せ降るのっていうことをやはり考えてみないと、まあその原因になかなか行きづらいと、っていう形で雨は何で降るのかということを少し考えてみようと思います。でまず証拠一とか今出てますが、雨はどうしてできるんでしょうかと。 これはおそらく皆さんもよく、まあ、いろんな多分小中とかで授業で習うと思うんですがやっぱり空気中の水蒸気これが冷やされて雨になるとよくこれは聞きますね。ということは逆にたくさん雨が降るということはたくさん水蒸気があれば雨が降る可能性があるんじゃないかというふうに、まあ、さっき言った証拠、まあ、ダイレクトな証拠じゃないかもしれませんが証拠になると考えられます。 で空気中にたくさん水蒸気がある状態にするためにはたくさん蒸発していくそして水蒸気がたくさん含まれた状態は保持できるこういう状態が、まあ、望ましいわけですね。さあで、えー、この場合例えば温度が高い大気これはたくさんの水蒸気を、まあ、含むことができますこれは実は実験でちゃんと確かめられています。 それから温度が高いとやはり水蒸気がたくさん生産されるというこれは可能性があるというよになりますつまりははい赤字で書きましたが地球温暖化というのはこういう状態を引き起こすことになるんじゃないかというふうに考えることができるんですねはい。さて雨はなぜ降るのまたこれをまたもうちょっと種類を変えると今度は証拠2ですが 冷やされるさっき言ったように水蒸気が冷やされる冷やされるためにはどういう風うな空気の動きがなければいけないのかでこれはまあ皆さんもよくご存知でしょうけど空気が上昇していくと空気は冷やされて中の水蒸気が雨粒になる可能性があるもちろん雲が出来上がるというのも同じですね。で上昇が活発化するどんどんと活発にこうどんどん上昇するよというような状況はどうすればいいんでしょうかと。 はい。これは暖かい空気というのは冷たい空気よりも軽いんだよねこれもおそらく小学校とか中学校で習う結構基礎的な科学の知識ですで、温かい空気は冷たい空気より軽いんだとそれからちょっとこれは難しいんですが水蒸気を多く含む空気は実は水蒸気の少ない空気より軽いんですねでということで水蒸気は多く含むでもちろんさっき水蒸気はたくさんの温度があれば えこう空気たくさんつじが発生するよという言い方しました。ということはこれも合わせていくと暖かい空気を作るためには気温が上がる上がっていけばよいと。つまりは地球温暖化というのはやはりこの要因になる可能性があるというふうに考えられます。さあ、そしてこの雨に関して、えー、たくさん雨が降りますよねというのと同時にやはり最近変な台風 これがなんか増えてないだろうかと東北に上陸する台風が増えてるんじゃないですかとか台風ができている場所変化してないんですかはい。で実は台風は海水温が高いところこれで台風が発生しやすいですそして勢力も維持し発達もしますもちろん地球温暖化というのはこういう状況を引き起こしやすいんですがとちょっとここで せっかくですから「っとゼロに聞いてみようかと思うんですけれどもどうですか、最近台風やはりここに来る台風って何か変な感じしませんかはあね、やっぱ「ロもやっも思ってくれている先ほどやっぱりあの岩泉のまあやっぱ水害あるいはまさしくこの台風だったんですけれどもやはりあの非常にこうね気になっているとこですね。その台風1 5ですけれども実はこういうふうなあの台風の進路になっています。 でえー、この台風の進路ですけれども、まあ、あの本当に不思議な台風で、まあ、これは本当にけうだと言われているんですがまず発生場所なんですけれども、えー、ちょっとこれはですね少しポイントを出してみましょうか発生場所は実はこの辺りなんですね、ここつまり結構東京からすぐちょっと南こんあ辺りに発生するこれはやっぱりなかなか珍しい台風です。うん、そしてこの台風がなんと 南へ降こういうようなことも全くないとは言いませんけどこれもやはり珍しいし南下していってどんどん発達していきそして本来ここから普通であればこちらから九州とかこちらの方に来るんだはずなのがやはりこの太平洋のままずっとやってきてそして岩手県にダイレクトに入ってきたこういうようなことは本当に今までなかったことだと言われています。 でこういうふうな台風の頻度、こうなものに関しても、これはすべてが温暖化とは言えませんが、気候変動がやはり関係しているのではないかというふうに考えることができるというふうにも言われています。ちょっとポイントを外しますね。さて、でこういうふうな温暖化が、まあ温暖化が原因じゃないか。 という言い方はよくしますけどじゃあ温暖化って本当にしているんでしょうかというまあ、これも気になるところですね、えー、してるしてるって言ってもちゃんと証拠がないとダメですからデータを実際に見てみようかというふうに思いますさて、えー、このデータ見るの意外と難しいんですねで身近なところからやはり岩手ですから岩手の方のデータかちょっと考えてみようと思います盛岡と都の気温の変化少し考えてみますね はい、データとしてはこういう状態です。ちょっとまあ拡大運動がいいですかね。盛、えー、岡と宮古の方のデータをこうやると、まああのすべて赤いのも黒い方、これ黒い方があの盛岡の方で赤い方が宮古なんですけれども、まあ上昇していることは直線で見てもわかりますね。ですから、ああ気温が上昇しているなと。だけどちょっとあれと思いませんか。盛岡と宮古は近いところにあります。 だけど、気温の上昇している率は違うんですね。あれなんで違うんだろうってね地球全体が一緒だったら一緒に上昇しなくちゃいけないのにこうならならい、はい、IPCC の方のデータ、先ほどのデータちょっと比較してもらうと本当はいいんですけれども、まあ、似たような形していますよね。で実は、この IPCC のデータっていうのは、先ほどの宮コに本当は近いあの気温の上昇を示していますす実はもううちょっととここれを言葉にするとこうなります。 温暖化を示しているんだけれども何の中なのの宮古と盛岡ほぼ同じとこにあるけれども違うよねと実はこれは盛岡は都市なんですよだから都市で温度が上がっているってうことも実は考えなきゃいけない逆にでも傾向としては盛岡も宮古も同じようにでも上がってはいるんですねだから IPCC の傾向とほとんど同じしかもです宮古は IPCC とほぼ同じような上昇そういうな形をしています とということで温暖化していることは、まあ、実際のデータ本来は地球全体のデータでやるんですが今回は岩手のデータを使っても実は温暖化はやっぱりしているんだろうなということが考えることができるわけです。さてでここでちょっと温暖化の方のもう少しこれ地球全体の方の IPCC からの方のデータなんですけれども。 えー、まああのー、一番これの左側の方に何本か線が入ってるんですけどこちらは実は予測が入ってるんですね予測って何だろうっていうと実はこれから私たちがどんな行動をとるかによって実は変わってくるんです地球温暖化っていうのはもしこれから私たちは化石燃料少し削減しようねってやれば抑えられるしいや何もしないっていったらどんどん上がっていくっていうふうに言われていますですからいくつかのシナリオっていうのがあると。 いうになるんですだけども今ここに見ているとやはりその予測の前でも気温が上がっているつまり年ぐららいいからやっぱりり気温が上がが上始めてるることここととれは見ることができますねで今回二酸化炭素のデータはわざと今回持ってきてないんですけれどもあの二酸化炭素はやはり1900年もっと前から増えているんですけど特に1900年頃からずぐっと増えてきているどうもこれが温暖化に関係するようだなというのがどうも言えるというふうになります。 さあではこの温暖化すると何が起きるんでしょうかと、はいでえー、海面上昇これはよく言われます海がどんどんと上昇しますよあと動植物の生育域、まあ、住んでる場所が変わります場合によっては絶滅するかもしれないっていう危険性だってあります。農農業業地域の変化これも今までででちゃんとききた農業が熱くななってできないよ っていうこともやはり考えることになりますね、えー、場合によっては収量が減ってしまうこともあるあとから病気の増加これもえって思うかもしれないですけれども今まで熱帯の方にあった病気がもしかすると日本にやってくるかもしれない暑くなるとその可能性もあるかもしれないとだから今までと違う病気が流行るかもしれないとそれから気候の変化これも雨が多くなったり乾燥が えー、激しくなる。まあ、こういうな形によって気候の変化していくだろうと。で、その中でも海面上昇についてはよく報道されています。海面上昇の原因こちらの方はちょっと今あの見ていただくとわかりますか。氷が溶ける。これはもう皆さんよく聞くと思うんですね。だけど本当に確かに氷溶けたら あ,あ、そうだなと思うんですけど、もうちょっと詳しく見たほうがいいと思います。で、そこでです。実は氷山が溶ける。はい、ここに問題ないって書いたんですけども、ちょっとここで。えー、ね、えー、ゆうたさんの方に。ちょっと聞いてみようかなと思うんですけども。はい、はい。どうですか、これ。はい、氷山が溶けて問題はないっていうふうに言われると、どういうふうに感じます。えー、え。でも、やっぱ、この海面上昇の問題は。 氷山が溶けるから海面上昇になっているんだろうっていう風な認識でしたけれども、違うんですか、はい？ちょっと違うんですね。あの氷山が溶けてまあほんの少しあるかもしれないですけれども、<え>実は氷山が溶けてもあんまり大きな変動はしない。はい、ところが陸地の方の氷が溶けると結構な大きな問題になったりします。<え>で、それは実はあることからわかるんです。 あの皆さんもよくレストランとかでえまあ日本だと水が最初によく出てきますけれども水に氷が入ってたりしますねで氷が浮かんでたりしますでえしばらく時間経つと氷が溶けていきますえ溶けるけどもそのコップの中から例えば水があふれ出したりとか水かさが上がるっていうことはあまりないじゃないでしょうかどうですかないですね。の水量といかうか 上がったりしないですよね,ですね気づいたら水浸しとかってうわーってな,、はい、ならないこれはああっていうで実はその氷山というのは同じで実は海の方に浮かんでいる氷ですからそれが溶けたとしてもそんなに海面の変化はあまりないというふうになりますだけど、えーうん、陸地の方の氷こちらは溶けるとそのまま海に流れ込んでまさしく水かさを増す形になるんですね。はい のの陸地の氷ってどういうところにいい質問ですね、もちろんやっぱり南極なんてとても暑、えー、い氷があるしあとグリーンランド、これは最近逆に言うとグリーンランドは溶けてきてるねという問題になってますね、えー、それからあと山の方にある氷、うん、これも少なくはあるんですけれどもやはり問題があるんじゃないかというふうに言われています、なので結構いろんな地域で、えー、やっぱ危ないかもしれないというふうに言われています。はい ユタさんどうもいろいろありがとうございます。いい質問本当にありがとうございます。さてでこの海面上昇なんですけれども実は氷が溶けるだけではなくて海自身が膨張するというのもあります。実は海水が温度が上がると全体に膨張しますのでそうすると当然水かさが増してしまう。でこれも海面上昇の原因という形になるんですね。さあ。 でこの海面上昇の原因まい、あ、わゆるこれは温暖化だと言われていますじゃあその温暖化やっぱりいろんなところに問題を起こすんだったらじゃあこの温暖化の原因は何なのかというところまあ、これはおそらく皆さんもよく聞いていらっしゃるところだと思いますなのでもしかしたらもう耳にタコが出るよって言われるかもしれませんけれどもちょっとお付き合いくださいで、えー、まず化石燃料の使用による大気中の二酸化炭素濃度が増加するこれが 地球温暖化の原因とすることが多いと思います。ですからこの部分を少し詳しく見ておきましょう。さあじゃあなぜその二酸化炭素が問題になるのかです。温室効果ガスまあ、温室ガスというときもありますが、この二酸化炭素の増加これは地球温暖化を引きして起こしているんですよという論が一般的によくあります。じゃこの温室効果ガスの温室効果 これって何ってなるんですが今回これはあまり詳しくは言いませんが実はこういうことなんですね説明はあまり詳しくしないけど実は温室効果って地球にはなくてはいけないものなんですで、温室効果がもしないとマイナス18度っていうとっても寒い地球になってしまうんですねですから温室効果っていうのは実はないといけないだから温室効果って必要だし ちゃんなところに二酸化炭素やらなくちゃいけないけどじゃあ、なんで二酸化炭素という形になると実はこの温室効果ガス二酸化炭素なんですけども二酸化炭素だけでは実はないんですね。だって二酸化炭素だけだったらいろんな問題とうまくこう合ってこないなという感じしませんか、うん、さあ、そこで他の温室効果ガスについてなんですが、えー、どうでしょうか、皆さんさん何かこう地球上に温室効果ガスか気温が上がりそうなもの二酸化炭素のようなもの 窒素とか。ああ窒素。水素とか。ああ水素ね。知ってる層はそれだけです。いやでも、<laughs> あ,あの窒素って確かにとってもたくさんあるので。ね、やっぱり窒素っていうのがもし温室効果ガスだったら。これはぎょぎょぎょって形でもう危ないってなっちゃうんですね。はい、だから二酸化炭素と。あんまり変わらないぐらいにあるようなもの。それから実は意外と見落としているものが実は。 これなんですちょっとこれあの英語とかになってて見づらいかもしれませんがあの実は一番上に書いてあるのは水なんですね水でもこれは水蒸気なんです温室効果ガスの結構大きな部分は水蒸気なんですねで2番目に来ているのがカーボンダイクサイドっていうの二酸化炭素という風になりますはい。 その他にはメタンとかそれからまあ皆さんがよく問題にするフロンガス、こういうものも実は温室効果ガスになっています。と、はい、いう形で温室効果ガスっていろんなものがあるんですが実はこの水、これが結構大きくて逆にさっきのマイナス18度をなんとかこう上げていってくれているのは意外と水の効果が大きいんですね。はい、さてて温室ガスについのの本当の話ですが 温室効果ガスののうち二酸化炭素の寄与率、まあ、あのどれぐらい影響を与えているのかなっていう、ねえー、割合ですけれどもこれはまあ大体10から30%、外産ですで,、えー、でも、一番大きなのはさっき言ったように気を持つのは水蒸気だとうん、うん、ですから水がなくなると温室効果が実は減少して地球はもっともっと寒くなります水は本当に非常に大切なものだったんですね。はい ととというここで、ちょっとこれは二酸化炭素が少し外れたけれども温室効果ということを少し考えてほしいというところもあります。さてこの温室効果ガスイコールだから地球温暖化じゃないんだと温室効果ガスイコールじゃないんだよと二酸化炭素が存在するから温暖化じゃなくて二酸化炭素を含む温室効果ガスが増加するここの部分が問題なんですよということなんですね。はい、さて、 で二酸化炭素の寄与率は、まあ、あんまりないってよく言われます20%だからでもでも20%もあればもし二酸化炭素が倍増してしまうと一度ぐらいは簡単に上がってしまうんですねですからやっぱり二酸化炭素をなんとかしようっていう皆さんがよく考えるのはここにあります。さてでただあのここでちょっとだけね、えー、変な話をするとたまにこの二酸化炭素って実は空気中にどれぐらいあるか。 実は2パーセントありません。えー、<ー>実は0.03パ、えーセント。めちゃくちゃ少ないんですね。いすねえー、とっても少ないんですよ。<ー>で、そうですね。だから今えー、って言ってくれたからユタ君どうですか。あの例えばですね。はい、手をこうね持っててでパッとこう掴む。でこの自分の手の中にどれぐらいの二酸化炭素はあるでしょうか。 どのぐらいっていうのは100個とか1000個とか1万個とか,う数,でか数で大体でいいですよ2万個とかね<う> 1>, 1個ぐらいだよ0.03だから1000、えー、個ぐらい,千個ぐらいあ何の基準もないけど1000個1000個って多いように思いますもんねこの中に1000個ってね、はいえー、だけどこれ実はですね計算すると、まあ、サイコロぐらいとかまあ掴んだぐらいなんですけれどもまあ計算すると多分超の値は超えます。はい ととかかその上の上値になりますす、えー、めちゃくちゃゃくくたさんん二酸化炭素ってあるんですよだから少ない少ないって言ってても、ね、実は結構私たちの周りに二酸化炭素があったりします、はいはい、だから少ないんだよっていうだからこんな関係ないよってはやっぱり言えないんですね、うん、やっぱちゃんとあるんですよってことを、ね、考えてほしいなと思います、うんはい、さて でこの二酸化炭素ね、えー、結構あるんだよってこれは何で問題になるのかという形なんですけれども二酸化炭素っていうのはあのー、私たちも呼吸してますから二酸化炭素を出してるんですよねはいでだから自然にいろんなところで二酸化炭素を出してるんだけども実はこの自然のバランスを崩すとすればそれは何なんだろうかということが問題になるんですでそこでいくと 人為的なものまあ人間の活動によるものという可能性がまずやっぱり出てきますそしてこの人為的に排出される二酸化炭素これが増大しているこれが実は地球温暖化に結びついてるんだよということですねそしてその最も大きな原因が実は化石燃料の消費であるというふうによく言われてますはいで。 こういういうな全体この論を見ていくと自然のバランスがある私たちは呼吸してますよまあ植物は逆にね光合成で二酸化炭素を酸素にもしてくれてますけども自然でバランスをとっているこれに対して人為的に出してくるそういうふうな二酸化炭素これは余分なものですね。でこれが化石燃料の方の使用によって出てきているんだっていう考え方ができるんじゃないかと思います。 あ、これちょっと行き過ぎちゃった。まあいいですね。はい、あ行ってしまったよ。これ見えてしまいましたね。あの行っちゃいました。<laughs> 何かトラブルになりましたか、えー？いや、トラブルじゃなくてですね。<laughs> 本当は質問しようかな,なうかと思ってたんですね。あのユタ<や>さんそうですね。えーま、だ見てくださいでおきます。見てください。えー、いいですよいいですよ。あの単にあのなんとなく感覚的にですね、えー、こう世界で例えばじゃその化石燃料をたくさん使ってるつまり二酸化炭素をたくさん出してそうな国ってどんな国がありそうですかって実際たく君に聞こうと思ってたんですね。 やっぱ先進国は<ー>、えー、いっぱい出しちゃってるのかなっていう、まあ、印象はありますけれどもね。はいうん、ですね。ほか、はいはい、にこうねでも例えばアメリカアメリカそうですね。中国とか広い,から中国広いですね、まあ、人口多いですからね。はい でそれちょっと、まあ、あの答えみたいな形で見えちゃいますけれども、出てくると、こんな形ですあの二酸化炭素の排出量、えー、これは2017年のデータ、ちょっと古いんですけれども、最近、もうちょっと変動があったと思いますけれども、実は総排出量、もう全体でどれだけ出しているかというと、中国がまあ圧倒的に多いんですね、でアメリカが2位 2>、うんまあ、そしてインドはやっぱり人口多いですし、やっぱり3位ぐらいにきます、で日本は実は5位、まあ、ちょっとドイツと争うていうんですが、えー、結構多いんですね。意外とねね はいでえー、そして、でもこれをです、ね、1人当たりの排出量に変えるとちょっと違った見え方がします実は1人当たりの方はこれ、えーはい、右の方に書いてあるんですが、まあ、ちょっとブルネイは、うん、なんかちょっと特殊な国なので2位の方のアメリカってこれ1人当たりを見るとすごく多いんですよ。で実はこれ今回はあの数字は出してませんけども非常にずば抜けて結構多いのはアメリカの、まあ、量だというふうに言われています。 はいでえー、こうなってくると他にまに、あ、オーストラリアとかカナダ結構広い敷地、まあ、広い領土を持っていると、まあ、やっぱ飛行機を使うわ自動車も使うわなんていうふうにするとやはり相当お、まあ、化石燃料とかたくさん使う二酸化炭素をたくさん出すよっていうのが見えてくるかと思います。一人当たりだと日本は先<生>あはい、はい、いいですよあ ごめんなさいせっかくブルネイはどうしてかやっっっぱりちちょっと気になっちゃうんですけど、うん、これ私も、ね、調べたんですけど、ね、いまいち分からなくてね一人当たりだからやっぱり人口そんなになくて<ー>でも石油の産油国でもうふんだんに使っているまあ金持ちもたくさんいて、えー、そこ使ってるような感じもどうもあるみたいでで電気とかでも火力でバンバンやってると、ね、まあたくさん使ってるなーっていう感じがするんですけどもなんでここまで多いんだろうなとちょっとこれは疑問に思ったこと私もありますね。うんはい いえいえいえ、あのもちろんブルネイだけは、ね、最初あのデータを見たときにえーって思いました、うんでまあ、ブルネイという国ってそんなに皆さん知らないですよね。興味のある方は、うん、あの見といてくださいインドネシアの方のの辺りの近くのところにありますからあのそこの国で石油が本当にたくさん取れる、はい、石油の上に浮かんでいるような国なんですけどね。 という形で日本というのもだから結構な量をやっぱり出してるなという形でじゃあこういうなたくさん出している化石燃料でこれは一体どういうことかと化石燃料を使うということはどういうことなのかという話もちょっと考えておこうとで、まあ、中国がこう多いとそれからアメリカが多いで日本はこんな形1人当たりだったらアメリカそして日本はこんな感じというふうになりますね。ね、はい でこの化石燃料を使用するということこれはまあ大昔の植物や動物これがまあ炭素とかを中心にして地中の中にどんどんと溜め込まれていって、まあ、それが化石化して燃料になっていくと考えます。で昔からあった炭素をどんどんと溜め込んでいってずっと溜め込んでいってくれてたものを現在ポンと使用するっていうことはそれを全部使っていくわけですよね。ととということは長年ずっと めてていって地球をバランスよく作ってたのを急に出すということは当然バランスを崩す形になるのは言ってみれば当たり前なんですねだから化石燃料を使うということは本当にやっぱりバランスを崩してしまうことこれにはやっぱりつながると考えてほしいと思いますつまりは温暖化するのは変な意味ですけど当然であるっていうふうに言っても不思議じゃないんですね。さてじゃあこのの化石燃料の、まあ、削減 これれをどうすればいいのかですね、はい、で化石燃料を使わないようにするため、うん、これどうすればいいのかね。はい、で一応まあ今あの画面に出ていますがまあこれ今今回一例ですけれどもいいろんなところで使われています例えば今回燃料しか出してませんが原料で使えているところももちろんあるんですね。ですからいろんなところで使われているじゃあその例自動車燃料として使ってますね あと火力発電も燃料として石油や石炭使用しています。まああの発電から考えていくとまあ電気をどういうふうにして生み出しているかっていうことはね、えー、他の電力についても考えなきゃいけないんですけどもやっぱり火力発電だけ考えるとやっぱりあたくさん化石燃料を使ってますよねっていうのはわかると思います。じゃあこの化石燃料を削減しようと例えば電気自動車を使ったら結構いいんじゃないかと。 でえーまあ、でこれは電気がどんなふうに作っているかこれはもっともっと考えなくちゃいけませんけれどもでもガソリンの消費を減らすことにつながれば当然化石燃料の使用は減ることになります。あと自動車が動いている全体の台数これを減らすことつまり少しでも無駄をなくしていくことこれをすることによってももちろん減らすことはできますね。だけどだけど便利の良い生活っていうのはなかなか手放しにくいんです。だから動きやすい 特に私たち岩手にいるともうやっぱり車どうしてもいるよねと、はい、なります、はい、もちろんアメリカにいても多分アメリカの人も同じことを思っています、うん、こんな広いところ車じゃないと飛行機じゃないととなっているんですねだから減らそうといってもなかなかいかない、だからやっぱここら辺が難しいところだというふうに考えていただければいいかなと思います。さててて見見方方をを変変ええでですじゃあこういううい化石燃料のの話でちょっととみようというのは、うん 例えば石油の値段、ですね石油の値段これがえっと安いんじゃないかというふうふに思うんですけれどもどううでしょうかあの例えば、えー、ゆうたさん、えー、と石油の値段、まあ、ガソリンの値段なんていうのはよく、ねはい、え聞きますけれども、はい、どうですか、ガソリンって今どれぐらいですかね、うん、1>, 1リッター 1リッター、今また変動いろいろとあると思いますけど100何円とかそうですね、150、60、70とかね、かそのたりこうあるで、今手だと130円前後とか,か、ね、下がってきてますね、はい、ただ、この150円こう、ふるをついて170円なった百130円だったこうな形でこうなってきてますよね、はいまあ、ちょっと平均的に150円ぐらいというふうに考えてみましょう、はいでえー、例えばですね、はい、およそガソリンが1リットル150円前後と考えてみます、で例えば、ああはい、ペットボトルの飲料水。 500ミリリットルで100円ぐらいじゃないですか12030円とかねしますよね、うん、ペットボトルで飲むとコーラでも何でもね、うん、はいどっちが高いですかこれ同じ1リットルに水の方が高いですね高いですねはい、うん、ねあのやっちゃいけませんけど私もたまに大学で学生たちに君たちペットボトルを飲むぐらいだったらガソリン飲んだ方が安いよと <laughs> ね やっちゃいいけなでですよこれはねね安さで言うとだめだけどガソリンの方が安いじゃんとそ、ね、そうかそうかですね君たち、そんな高いもの飲んでるので、ね、ってそういう考え方でだからガソリンって実は安いじゃないのだからみんな使うんじゃないのね日本はまだガソリン高いところですからもっと安い国もあるわけですからそういうところでどんどん使って本当にいいのってなりますよね。ですからガソリン値段 上げたら使いにくくなるんじゃないかどううでしょうかちょっと上げた方がいいんじゃないの確かにタバコ吸わないためにはタバコ値段上げたれとね、えー、税金だとか、ねうん、ありますけれども、ね、同じことを考えたらあげたらいい、うん、じゃあ<ー>上げるやり方、はい、石油の値段を上げる方法っていうのが例えば環境税とか、ね、炭素税っていうそういうふうな考え方があります。 まあ、あの石油に対して例えば二酸化炭素量とかに換算してどれぐらいの税金をかけますという形にするで、まあ、直接的な使用ですけど結構効果的になりますなぜかというとこれ石油値段上がる形になりますね、はい、でそれを例えば環境のいろんな行動に使うというふうにするとより環境に取り組みしやすいですねという形でこういう考え方はよくまあヨーロッパとか中心に結構されていますね。はい まあですからまあそう言いながらも,でも利益を考えていくと石油の値段を上げるのは結構難しいと競争力がね関係してきますからねでも税金というのはまあそれでも取りやすいかなと税金かけちゃえとか簡単に言えないんですけどももそういういことも考えられますまあ,あと実は化石燃料を使いすぎたら罰則なんていう考え方だって考えようによってはあるけどこれはちょっとやっぱりやりすぎかなという,ふうに思います。ねはいさて とということでこでの化石燃料削減ですけれども、まあ、あの省エネというもの、まあ、さっき言ったようにこういうふうにたくさんの値段を上げるということもあるけど一方で私たちが取り組めるのはやっぱ省エネしましょうとかってよく言われます、はい、でこれに関してはあの、まあ、細かくはもうこ,こからいろいろ書いてますけれどもこれは皆さんがよくご存知だと思いますさっきも言ったように火力発電こういう,ようなものをたくさんやっているとまずいだったら他の発電形態変えましょうよと。 そしてヨーロッパではたくさんの再生可能エネルギーにこう置き換えていっていると、まあ、これによって実は火力発電の部分を減らしていくで化石燃料の使用を減らすということ、まあ、もちろん省エネの部分は電気全体を減らすこと、まあ、これも当然ながら言うまでもなく化石燃料を減らすすことにつながりますね生活の中の省エネなんていうとこれも皆さんがよくねエアコンの温度は何度に設定してね ここれもよく出ますね、はい、でこの温度の設定これに関してもやっぱり何であの温度が出てくるのかっていうことですね。はい、でそれに関していくとこの温度差を生み出すっていうことつまり自分の今いる温度よりもさらに減らすとか上げるっていうそれをやるっていうことは当然たくさんエネルギーをそこに注入しなければいけない無理をしなくちゃいけないんですね。 ということはそんなことをたくさんやってるとまずいからこまめにいらないときには消しましょうっていうのはそんな無理なことは少しでも減らしましょうということにつながりますだから、えー、なるべくこまめにやってしかも必要のないところではエネルギー余分に使っているのはなしにしましょう、えー、こうなのが省エネのお話となります。はい でも、まあ、一番重要になってくるのは、まあ、自分一人だけでは、まあ、大したことできないんかな。なんて、皆さんも思っちゃいますよね。どうですかね、ゆうたさんとかも、ね、こう。なんとなく、うん。まあ、僕もね、家族、結構、皆さん意識してるんですよ。そういう省エネとか。でも、この、人、家族がやったからって、どのぐらいのね。あの、影響があるんだろうな、とかね、力になれるんだろうな、っていうのは、やっぱ、考えちゃいますよね。うん。ね。 皆さんとかもどうですかなんかこう「省エネとかとか「やろう」とかねでも自分がやってもどれくらいできるんだろうかとか。かでも私の場合は我が家の家計を減らすために支出を減らすために一生懸命電気を切っていたんですが今日先生のお話を伺ってその小さい取り組みでもいずれはその環境につながるという確固たる自信を得たのでもう堂々と。 電気をバツバツ消していこうと思います、うん。<laughs> はい、あただあの、はい、暗いところはちゃんとつけないと危ないですから。あの、やはり安全。まあ、やっぱり命の話。<laughs> これもよく、あのエアコンの話でもやはりこう。熱中症対策でやっぱりつけてください。っていうのは、うん、これはやっぱ仕方ないことです。結局やっぱり命をちゃんと守ってほしいだけど、うん、無駄なことはやめよう。っていう話ですね。うん、はい、まあ,あの私たちはどうしてもこう。無駄を自分で無駄じゃ。ない って思ってしまっているところがあったりするんで意外と後からチェックするとあこんな無駄があったんだとか、まあ、よくあの環境家計簿とかそういうのをつけたりするとうよくこ,うあここに無駄があるあここが無駄だっていうのも出てきますただまあ、あんまり、ね、無駄ばっかり追求こうしているとなんか生活がこうなんかこう、ね、殺伐としてきますね <laughs>、えー、やっぱりこう楽しくやっぱりこう、ね、取り組んでほしいなということも思いますね。ね、はい、さて 一応これで最後になるんですけれども実はやっぱりこの難しいことだと思いますあの温暖化に対してなんかいいろろやろうとしてもなかなか難しいだけども日常の中の意識を少しでいいからなんとなくこう温暖化防止の方向性の方へ持って行ってほしいなというふうに思いますあのなかなかねやっぱこう難しいって言っても例えばこう歩く 車に乗るところちょっと近くまでは歩こうとかですね、えー、そいいいい形でもいいんじゃないかなかと思いますそしてこの温暖化しているのっていう話は実は今回データでお見せしたんですが意外と私たちは本当に感じられているかというとこれ実は難しいんですね最近冬があったかいよねっていうけどこれは相当昔に比べてあったかいねって言ってるんですから何年か経って初めてあったかくなったんじゃないのってなります。うん ということはこれから先もどんどんなってもあんまり勘つかないままずっとでもある時に気づいたらうわこんだけ暑くなってたよっていう話になってしまうかもしれないですから今のうちにこう帽子を少しでもしようっていうのははっと気づいた時にもう取り返しがつかなくなるのはこれはまずいんじゃないかなっていうことまあこういう部分も気をつけていただければっていうふうに思います。 はい、ということであの、まあ、今回あの、ちょっと短い時間だったんですけれどもざっとあの今、まあ、地球温暖化を取り巻くお話、まあ、そしてこれがまあ岩手だけではなく日本全体の方も少しこうあのいろいろと問題が生じてきていますけれどもそれがこれから先にならないように少しでも皆さんが協力して取り組んでいければいいなというふうに先生、ありがとうございました。 いやこの気候の変動であったり地球温暖化について本当にわかりやすくよくわかりました。今この配信をご覧の皆さんもう,うんとうなずいていらっしゃることと思います。裕太くんいかがでした？はい。え先生まだいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？はい、います。あちょっと最後一つ質問したいんですけれども、はい、ちょっと難しいことなかの。 ななのかもしれないんですがやっぱりこの温暖化の問題自体がどうもやっぱ100年後とか200年後の地球のことを考えてみたいなあの話になった時にやっぱ生きてる僕たちうーん正直な話じゃ影響があんまないんじゃないかって考えちゃいがちだと思うんですけれども実際に今生きてる僕たちに対してはどんな影響悪い悪影響があったりするっていうふうには考えられるんですかね。 うわやはりこれよく大学の授業でもこれは一番極論なんですけれども本当はこれは私はあんまり言いたくないんですけれども、うん、何もしなくても皆さんが今生きてる間だったら大丈夫かもしれませんよって言えるかもしれないんですね。だけど皆さんの例えば子どもやその、まあともちろん孫とかつながっていく自分の先 を見ていくとこのままでいるとやはり危ないんじゃないかっていう、まあ、それぐらいにしかなかなか出てこないあのおっしゃる通り今すぐさまこれでダイレクトに、うん、うわ今危ないっていうふうになかなかこう思えないだから逆に皆さんがこう取り組むのもちょっとこう及び腰って言い方するよりもやらなくていいんじゃないの っってていいうそういうふうそふなななにやっぱりどうしてもなりどしもがちなんですねはいですからちょっとこれは答えにあまりなってないかもしれませんが裕太さんの今おっしゃったことっていうのを逆にいや,いや,いやあのみんながこう考えていただいてあのこれから先のもしかしたら50年先、まあ、ギリギリ生きてるかもしれませんけれどもあの、えー、それの子どもや、はい、そして孫やっていう形そしてその先っていうそういうふうなものを考えてほしいというふうに、はい、まあ 思いますただ、ああい先ほどの,そのしし災害に関してはやはりちょっと最近はは頻度が上がってきているんじゃないかということ、まあ、これは他にも要因はあるかもしれませんけれどもやっぱりちょっとまあ地球温暖化を含む気候変動というのが少しファクターというか要因として出てきているんじゃないかとこれは世界でも言われています。ということはやはり命の危険というのが出てくるただ、これまた自分がそのままにダイレクトにそれが来るかというと。 そうじゃなないいかもしれないですよねあの全然関係なければ、うん、自分は関係ないよって言えちゃうんだけどもも,け、ね、もしも自分の住んでるところが危ないことになるかもしれないっていう話、えー、そういう部分を少し考えていただければなというふうに思いいまますす、まあ、ありがとうございます、ね、ゆうたく君の質問もそうですけれども今今自分のメリットであったりこう目に見える形にならないけれども将来の100年後200年後の岩手、日本、 地球を守るためにというところで今、小さいことからでも取り組まないといけないということでこれだけこの気候変動についてチャレンジしましょうと叫ばれているんですよね、うんうん、ではガンライザーは今の授業でどんなことを感じましたか、うん、これからは地球を守るためにこまめに電気製品のスイッチを切るよ 大事なことですよねもう無駄を避けようも,、まあ、もっと言うともったいないっていう考え方でしょうかねうよく言われてましたけれどもやっぱりあ切った方がもったいないなってこう切った方がいいよねっていうそういう考え方っていうのがやっぱりいいと思いますしやっぱり。 あの r が言ってくれたことこれは本当に皆さんも考えて欲しいいなと思います自分一人では自分の家族だけだったらやっても意味がないんじゃないかと思うのではなくって一人一人の小さな努力が積み重なって後々大きな結果になるんだよということがよく分かりました佐野先生ありがとうございました。